もうリンクとジェルダ姫の子供の頃から、そして7年の時を超えて再会した時のあの2人のなんていうか絶妙な、せっかく出会えたのに別れなきゃいけないの、っていうちょっとその切なさと、リンクは何も喋らないんですけど、おそらくこんなこと思ってるんじゃないかとか、なんかそういう自分の中で想像させてくれる余地を残しててくれて、それがまたたまらんですね。ゼルダの伝説時のオカリナ 3D